はい、皆さんこんにちは。 TYPS 中の人、堀島です。今日はですね、雑誌のインタビューについてちょっと動画を回しているんですけれども、その雑誌の特集がですね、チャット GPT についてということで、TMIPS と TMI 総合法律事務所の中でもですね、特にチャット GPT AI に強い先生方に、お集まりいただいています。先生方よろしくお願いします。お願いします。はい、あとでプロップ出しますが、大井先生、それから柴野先生、鈴木翔平先生です。はい、ちなみに先生方って普段その AI とかチャット GPT とかって実際使われてますか？大井先生いかがですか？はい、現状はですね、自分の業務、弁護士業務で使うことはあまりなくて、むしろクライアント様のご相談とか、クライアント様の新規事業を実際にチャット GPT でどう機能が展開しているのかとか、オープン AI 自体の利用規約どうなっているかとかですね、プライバシーポリシー、またオープン AI が出しているブログで、この中にはいろんなセキュリティの仕様だったりですね、機能の新しいリリース情報が入っているので、それをまあ見るという限度では使うんですけれども、実際に今大井の弁護士業務としてチャット GPT を活用できているかというと、そこは少し疑問符がつくかなという状態です。なるほど。柴野先生いかがですか？はい、そうですね、私も自分の業務として使ってるってことはそんなにはないんですけれども、ただその AI に関するご相談いただくので、まあ、チャット GPT が何ができるのかというのをまあ把握するためにトライアル的に使ったりとか、実際に使ったものとしてはですね、例えばセミナーの資料ですね、この前リーガルテックについてのセミナーやったんですけども、リーガルテックの定義ってどこにもないんですよ。法律のどっかに書いてあるわけでもないと。じゃあいろんな巷でどんな風に言われてるのかなっていうのを、まあ、調べるためにリーガルテックとは何ですかってチャット GPT に聞きました。それなりにいいことが書いてあって、まあ、実際セミナーでもこういう風にリーガルテックっていうのを聞くとこういう回答が出ますよということで、まあ、自分で言ったかのようには言わずにですね、それはチャット GPT が言ったという前提でご紹介したりしましたけども、そういった形の使い方とか、あとは、まあ、業務委託契約書のポイントは何ですかってこのまま聞いたら、結構スラスラとなかなかいいものが出てきたりとかですね、なのでそういう、まあ、トライアル的に使うとかセミナーの資料で使うとかはありますけれども、日常的に使ってるかというと、まあ、そこまでは使ってはないですかね。はい、鈴木先生いかがですか？私も同じですね。なんか日常的にこう業務で使ってるっていう感じは全然なくて、ただチャット GPT 関連のご質問いただいたりすることはありますし、自分も興味があるので、まあ、有料プランを自分で購入して使ってみてはいる、まあ、遊んでみてるっていう感じですね。じゃあ皆さん結構触れたことあるっていう感じなんですけど、その何ですか、いわゆるその精度とか今後なんか使いようによっては、特にまあ弁護士業務ですね、弁護士業務に使えそうかとか、そのあたりちょっと所感とか感想ありますか？はい、はい、弁護士業務で使えるかという点ですけども、2つ条件がいるかなと思ってまして、まだやっぱり、学習素材のデータとして全く足りていないというのがあって、1つは裁判例の判決文ですね。判決文が日本の場合、インターネット上で公開されていないので、全裁判をですね公開されていないので、そのまずは裁判例のデータベース化、そしてそれを学習素材に AI に食わせるということと、あとはやっぱり文献ですよね。今も法律文献のさまざまなサブスクサービスありますけれども、やっぱり圧倒的に流通している文献をと比べると、まだまだサブスクので使える法律文献というのは少ないので、これが一気にですね、全法律文書、法律文献が AI に学習済みであればですね、ある程度精度の高いリサーチができるんじゃないかなと思います。島津先生、感想いかがですか？使ってみてます。そうですね、弁護士業務って多分広くて、その例えば、1年目とか2年目3年目、その年次が経てばやることって変わると思うんですけども、その初歩的なリサーチとかそういったところもあれば、あるいはもう深掘りする形の調査案件もあるし、で例えば不祥事になれば誰かからこうヒアリングをして議事録をまとめるとかですね、あるいは裁判書面を作るとかはあると思うんですね。で弁護士業務っていろいろある中で、チャット GPT を使ってみて思ったのは、最初のこうリサーチのですね、
前段階のところで、まあ、アイデア出しとか、まあ、壁打ち的なですね、例えばこういうものは何かありますかみたいなことを聞くと、なんか答えてくれるので、まあ、そこで、あ、こういうのがあるんだとかですね、そういう気づきがあるとかですね、そういったところでまあ使えるのかなと思いました。まあ、逆に使えなさそうなところはやっぱゼロからこう何か文章を作るとか、そういったものはなんか苦手で、まだまだこう弁護士が頑張らないといけないところなのかなというふうに思ってます。はい。そうですね、一番若手の鈴木先生がいかがですか？はい、ちょっと若手でもなんか若手なりの視点みたいなのないかもしれないですけど、なんかまあまあ一つはやっぱりその機密情報が多いので、まあ、お客様から預かってるその機密情報をチャット GPT に入れるというのはなかなかちょっとまあ慎重に検討しなくちゃいけないっていうところはまずあると思うんですけど、まあ、まあそれを入れなかったとしてもいろいろ使う道はあるかなと思っていて、まあ、例えば何ですかね、こう何か新しい分野についてリサーチをまさにするときに、なんかブレインストーム的な感じで、まあ、壁打ちをしてみるみたいなところはあるのかなと思います。逆にこう細かい話になってくると、やっぱり正確性とか最新性のところでまだ問題あるのかなと思っていて、私さっきその遊びでチャット GPT、まあ、サブスクしてますって話したんですけど、これも遊びでその相続に関するこう司法試験的な質問を投げてみたりしたんですけど、やっぱり間違ってるんですよね、残念ながら。この、私親が2人いて兄弟が何人いて、じゃ あの相続財産は何割ずつですかみたいな聞くと間違ってる。でこれ間違ってませんかって聞くと、なんか申し訳ございませんでしたやっぱりこうでしたね。ちゃんと訂正はしてくるんですけど、だからそういう意味ではすごいなと思うんですけど、まあまだまだ当然それに基づいてアドバイスをするというのは当然無理ですし、それで自分でなんか文献見てやった方がいいのかなっていう、はい、だからまあ薄く広く何かこうリサーチするような時、まあその初めに 何をこう手つけるかみたいなところで幅広く網をかけるようなリサーチをするときには結構有効なのかなって気がします。ありがとうございます。先生方どうも本日はありがとうございました。ありがとうございました。